バレークイーンは、アイルランド生まれの繁殖品馬。オークス、ヨークシャーオークス、セントレジャーを制した名品サンプリンセスを母に持つ、両血馬だが、競争に出走することなく、繁殖品馬となり、カーリアンドコを受胎した状態で1992年に、日本のヤシロ大ファーム早北に輸入された。翌1993年に出産したサンクが1996年の、 東京優秀を優勝したフサイチコンコルドである。その後も、トニー・イビン、サンデー・サイレンスなどの日本の一流シュボバと交配され、続け、サツキ・ショーバのアンライバルド、重賞バのボーン・キング、シュボバのミラクル・アドマイヤなどを送り出した。フサイチコンコルドとアンライバルドの GI バ両党は、一族の象徴的存在とみなされている。また、メス系の観点から見ても、サンクのグレース・アドマイヤが、 サツキ商場のビクトリーや、重商場のリンカーンを排出したのをはじめ、複数の重商優商馬を送り出している。田原正樹は、バレークイーンの参考について、見た目が素晴らしい反面精神面に問題を抱えている馬が多く、そのために競争能力を発揮できないままに終わった馬もいたとしている。田原は自ら管理した不再地ミニオンについて、調教では、 優秀品馬を勝てると思うほどの動きを見せながら、他の馬を極端に怖がる性格が災いし二戦して、いずれも最下位というキャリアで引退を余儀なくされたと述べている。不さいミニオンは繁殖品馬として重賞馬のアンブロワーズを輩出している。またアンライバルドの管理調教師である、友道康夫が語ったところによると、 バレークイーンはもともとひめが弱くあまり歩かない傾向があったことから、母馬にくっついて歩く、子馬の馬体重が重くなりがちであったため、ノーザンファームではわざわざアメリカから想定士を予備策定を行わせたところ、バレークイーンが普通に歩くようになったという。その直後に生まれたアンライバルドが、サツキ賞を制覇したことから、友道は運動不足だったのでしょうと分析している。 2010年6月2日付で死亡を理由に繁殖品場としての供養が停止されている。F はフィリーの略。C はコルトの略。太字は GI 級競争優勝馬。バルエクイーン1988フサイチコンコルド 1993C。グレースアドマイア 1994F リンカーン。 2000C2 着ビクトリー 2004C スカーレット 2005F アドミラブル 2014C ブルーダイヤモンド 2011F アリストテレス 2017C フサイチミニオン 1996F アンブロワーズ 2002F ボーンキング 1998C アンダイバルド 2006C ありがとうございます